ラケットとボールビーチテニスとは、パドルと呼ばれる特殊なラケットを使い、ネット越しにボールを空中で打ち合う競技である。テニスとバドミントンを融合させたようなスポーツ。スコアのカウント方法は、通常の公式テニスとほぼ同じである。パワーを使って、ショットを決めるよりも、いかにボールをコントロールするかというテクニックの方が、重要である。ドロップやロブを使い、相手の陣形を崩して、 ポイントを奪う。右サイド、左サイドで、それぞれ役割がある。1980代後半に、イタリアのラベンナで発祥し2008年に、神奈川県藤沢市の下沼海岸で、競技の普及が始まった。同年に、国際テニス連盟が正式な競技として採用し2009年から、日本でも ITF ビーチテニスワールドツアーが、開催されるようになった。 テニス協会にビーチテニス委員会が設置され、楽天ジャパンオープン大会の会場ありあけテニスの森特設ビーチテニスコートで全日本選手権が開催される。現在ビーチテニス連盟の支部は東京、神奈川、千葉、新潟、宮城、静岡、大阪、兵庫、広島、岡山、愛媛、鳥取、福岡、宮崎にあり、各地で普及活動が進んでいる。 日本ビーチテニス連盟は日本テニス協会の協力団体として認可されている。ありがとうございます。